まあ、ユニバーサルデザインは、まあ、今思うのは世の中すべての人が楽しめるデザインのことを言うのかなと私はそう思います。あの買ったはいいと使いにくいけど着にくいけど頑張って使ってますっていうのは結構多いですね。ファスナーだけで解決するというのはもう無理だと思うんで、デザインの上で一緒に取り組まないと解決できない問題だというふうに思ってます。ちっちゃいジッパーでも自分一人であのスムーズに開けられる、手が力がなくてもスムーズに開けられるあのジッパーがあればいいなって日頃そう思っています。ファッションがかなり好きでいろんなファッションを楽しみたいと思ってても諦めざるを得ないというような場面や思いがあるのであれば、そこには何らかの形で答える方法を我々も探す必要があるんじゃないのかと。パチッと止まってスライダーがすぐ上げられるっていうのは障害の方、健常者の方問わずすごい使いやすいものだなと感じました。コンセプトが世の中すべての人へということで、障害の有無を問わずどんな人でも着れる服を作り続けてきました。例えば十人十色という言葉があるように、人それぞれみんな個性が違う、姿形が一緒に見えたとしても性格が違ったりする。で、性格とか趣味そのものがデザインに生きるんですよ。ですけどファスナーっていうのはどうしても一番初めが難しい、入れるのが難しい、噛み合わせが難しいっていうのがある。その中でクリックトラックっていうのはその名前にあるように、まあ、簡単にファスナーを上げることができるっていうところ、私はそのストレスをいかになくせるかっていうところがファスナーに対するアプローチの一つだと思っております。その今現在の自分をこう検索するというか探すというか確認する作業だというふうにデザインを捉えてやってます。ハンディがあっても使えるファスナーっていうところでは画期的な商品かなというふうに思ってます。今回のプロジェクトのユニバーサルっていう部分をデザインとか洋服の最後のフィニッシュ雰囲気、そこには見えないようにするっていうことですか。やっぱり一番ファスナーの苦労するところって差し込むところというか噛み合わせるところというかなので、そこの問題点というか苦労しているところが解消されるのはすごい助かります。ファスナーがついてるから諦めるのではなくて、また私たちもそこで歩み寄っていって作る側も諦められない服を作るっていうことが課題なんじゃないかなと思いました。服を見せるためにモデルがいたり人がいるのではなく、人が着て幸せになるために服が存在するという順番だと思ってるんです。付属なり素材なりデザインが、もっと細かく細かく多様になっていくことが必要だと思うし、そうなっていくと信じます。